うんこも出しちゃう。うんこも出しちゃうじゃねえよ、うん。すごいらしいね、半沢の子、見たことないんだけど。うん、すごいね。29。パーセントでしょ？そうそうそう。もう次はいくでしょうね。30% のお題。30、下手すら40。家政婦は見た。家政婦なんかより、うん、俺の分析によればですよ。はい、家政婦のやつって、まあ、ざっくり繋がってはいるんだけども、うんうん、まあ、割と1話完結なんです、うんうん。半沢の方が、うん、はい、まあ、もう1話完結なんですけども、うんうん、もうちょっと繋がった感じ。ほうほうほう、だから、連続性があるので、うん、それはいいのかな、途中から。もちろん、仕上がりに良くなるのか。うん、途中からほら、入っていけないみたいんで、見ない。いやいや、もうそういうことではないです。ない。今、オンデマンドとかあるんで、みんな追いついてくるんです。太田さんもその口なんですか、追いついてきたんですか。だって、僕は追いついてないです。最初は見てなかったでしょ。見てない。見るもんかと思って。いや、ちょっと見る、見るもんかも。まず、お前、断蜜見なきゃな。断蜜が良かったです。良かったんだ。この間見たら、むじれって思っちゃいました。あ、そうだ。俺見たことないんですよ、俺だから。半笑いの主役いるじゃん、半笑いの役者。坂井正人でしょ。あ、そうか。ね、半笑いじゃない。半笑い直樹かと思っちゃう。いやいや、半笑いじゃないですよ、うん。そういう感じじゃないでしょ。あれがいいんだね。いや、あの人、うまいね。うまいよ、あの人は。いや、うまいよって、いかにも自分が育てたんだよ。いや、俺はだってリーガルハイプ見たお前が育てたわけじゃないから。いや、俺、映画も見たしね、前のね。いや、映画も見たし、ドラマも映画も見てるんだ。見て、あ、この人すげえなって思ってたよ。俺は、あ、だろうなって思ったよ。俺はあそこまでとは思わなかったね。はい、ちょっと、うん、大河なんかの時でね、はいはい、あ、なるほど、癖のある、うんうん。ちょっと目引くんですよ、やっぱり、半笑いの感じが。うん、で、おそらく言うね、半笑いじゃなくて、なんか、わかるよ。顔でしょ？にやっ目が。そう、目がもう完全にね。で、うん、真面目なシーンなんだけど、うん、目だけ笑ってるみたいな。はいはいはい、あの顔は、なかなかできないし、あれ、結構不気味な、笑いながら怒る人みたいな。そうそう、竹中さん以来だなと。竹中さん以来の。笑いながら怒る人。あれはね、すごいなと思ったけど、まあ、うん、癖のあるバイプレイヤー的なところで落ち着くんだろうなと、はいはいはい、一生こいつはと、うんうん、なんでそれもある言い方はしたらまあ主役でもういやもういやこれも完全に行きましたね、うん、行きましたねねかなりそれで迫力あるんですよね彼の、うんうん、ねで菅野の旦那だろそうですよ大したもんだよねそうですね、うん、そうだからね今年のね、春先にはね、結婚で話題になってね。うん、すごいね、今年はその。頼み込んで結婚してもらったぐらいの感じだろ、最初は。知らないよ。それ分かんねえよ。お前が勝手な、あれだろ結婚、その、なんつうの勝手一方的に。菅野美穂のが全然勝手に。勝手のお前が、そういう。ジョンズみたいな感じで、ね、言ってるわけでしょ。そう、それは分かんないですよ、それ。飲み込んでもいや、だって二人で。1回目のプロポーズ。僕は死にましたよ、そんなでもないし、そんなでもないし。片足引かれながらやったんだろ。いやいやいや、そうじゃねえよ。トラックに引かれてないから。それが今や、お前。そうじゃないでしょ。だって二人。どうだってなもんだよ。主役、多く、なんかで共演したんだっけだ、二番だから。主役でしょ、もちろん主役は菅野ですよ、うん、もうそりゃ。まあまあ、二人。二人って言ったって、そりゃ、菅野のものですよ。まあ、その時点で、ね。まあその時点でそうですよ。で、やっとここまで俺は残る。で、主役、おい、周りのスタッフから、お前菅野にお前手出すんじゃねえぞとかなんか言われながらも。言われてないわ。うぅ、菅野さんそんなわけないでしょ。もうだって主役やってんだから、他でももう。狙って、はい、すいません、好きになっちゃいましたって言って。だんだん頼み込んだそんなやつだ連日電話とかしてやってもういい加減お情けで付き合ってもらったようなそういうあれそんなじゃないと俺がもう倍返しだいや倍返し倍返ししちゃうよなろう確かにもしスタッフがそんな扱いをしてたなら倍返したね10倍返したねてめえお前カンドルお前計画じゃねえぞこれこれねこの見分け野郎がって言われてしたよそんなんだったら100倍返ししたと思う通行人だからお前は通行人 B だからお前なわけないわのし上がってくんですよそういう人がいやでも本当すごいですよね悔しい思いしてだから